ミケーレ・モレッリは、イタリアのイタリア統一運動時代の軍人、革命家、愛国者である。イタリア統一運動の初期にあたるナポリ革命で、主導的な役割を果たした。ジュゼッペ・シルバティ、ミケーレ・モレッリの公式への様子父ジュゼッペ・モレッリ、イタリア語、ジュゼッペ・メレリーは、カラブリアの地方監査官を務め、母オルソラ・コンニーティ、イタリア語、オルソーラ・カニティは、 下級貴族の娘であるなど裕福な家に生まれたミケーレ・モレッリは、まず、ブルボン家が指揮を取るナポリ王国軍で軍人としてのキャリアを開始し、16歳の時はナポリ国王、ジョゼフ・ボナパルトに仕えた。ジョアッキーの一世ことジョアシャン・メラの奇跡下では1812年、ロシア戦役に参加して生還し、将位として将校の地位を得た。ナポレオン体制崩壊後は、 ブルボン家の統治に戻るとともに両シチリア王国が建国され、モレッリは両シチリア王国軍所属となった。1817年には盗賊討伐において重要な拠点となるノーラの駐屯基地に派遣され、将尉として指揮を取った。その一方でノーラはイタリア南部におけるカルボナリの拠点であり、モレッリはジョアシャンミュラに仕えていた経緯からナポリは、 ブルボン家の支配から脱するべきと考えていたことから、早々にカルボナリに入党し、指導者へとなっていった。1820年7月1日、カルボナリ党員のルイージ・ミニキーニが、両シチリア王国軍の騎兵部隊を率いて、ノーラで決起した。この時点で、カルボナリのノーラ支部の指導者であったモレッリは、ミニキーニへの協力を決め、ジュゼッペ・シルバティなどが含まれる。 自身の両シチリア王国軍部隊を放棄に参加させた。放棄が始まって、すぐにミニキーニと交流したモレッリは、7月2日にモンテホルテ・イルピーノに到着したがそこでは、期待していたほど、民衆の歓迎や協力、放棄への参加は募れなかった。その後、最初の目的地であるアベッリーノへの移動し目的が、君主制の打倒ではなく立憲であることを宣言すると、ある程度の支持を得られた。 7月5日、モレッリは、されるのに入場。クリエル・ム・ペペなどと共に、ナポリを脅かし、フェルディナンド一世に、立憲の約束を取り付けることに成功した。その後、設立された、革命政府では要職に就く。この時モレッリは、ブルジョワの支援が欠かせないという信念を持っていたが、一方で、ナポリ革命の発端である、ミニキーには、民衆の支持を得ることを優先していた。 二人は意見を対立させ、結果的には、モレッリが有力者の支持を得て、革命政府の主導権を握った。同時期には、シチリア党で、シチリア革命も発生していたが、モレッリはこれに協力せず、シチリア党が独立しないよう分離主義者を弾圧する、ことを決めている。ジュゼッペ・シルバティと再会した卵城しかし数ヶ月後、新生同盟諸国による会合が、 デュブラナで開かれ、革命政府を裏切ったフェルディナンド一世の要請により、両シチリア王国で憲法を宣言した革命勢力に対し武力介入が決まった。結果、オーストリア帝国軍5万人が現地に派遣された。モレッリは徹底抗戦の姿勢を鮮明にして、グリエルモペペを指揮官にリエーティアントロドーコの戦いを挑んだが敗北。モレリは、 ジュゼッペ・シルバティなどと共に逃亡を余儀なくされ、まず、アルバニアを目指した。アルバニアを目指した者の,の嵐に巻き込まれた結果、到着したのは、ボスニアであり、ここで、モレッリとシルバティは別れた。そして、そこで数ヶ月過ごした後は逃亡者として密かに、イタリアに戻っていたが、アブルッツォの山岳部に隠れていた時に強盗に襲われ、助けを求めた結果、憲兵に捕獲された。 1822年8月11日には、卵城の地下牢に収監され、そこで数日前に捕まっていたシルバティと再会している。その後裁判が実施され、二人は暴動を煽動した、罪で死刑判決を受ける。1822年9月12日、モレ・リはシルバティと共に公開公死刑に処された。去年30歳であり、 ナポリ革命の指導者として処刑された人物の中でも、シルバティと共に最も若かった。ありがとうございます。